足の指を広げるというのは良いことだというイメージがありますが、これは全くの誤解です。今すぐやめましょう。皆さんこんにちは。足の専門家中島武史です。今回のテーマは足の指を広げるということについてですね。なんでか知らないんですけれども、どこで始まったかわからないんですけど、足の指広げることっていいと思っている方がすごく多いんですよね。勝手に踏ん張りが効くとか、なんかそういうふうに思ってたりとかする人が結構いるんですけれども、これは大いなる誤解なんでね。足というのは結論から言ったら広げないで基本締めて使うものなので、足の指を広げられるっていうのはまあ別に悪くはないけど、広げて使うとか広げようとか積極的に広げるのはよろしくないんですよね。でこれについて足の専門家の立場からなぜかっていうのを詳しくお伝えしておきたいなというふうに思います。今回の内容です。まず足の指はなぜ広げてはいけないのか、そしてじゃあ実際はどうすればいいのかについてですね。今回の動画をご覧になることで、あなたは足の指をなぜ広げてはいけないのかを正しく理解して、それに準ずるどんなことをしていったらダメなのか、どんなことはした方がいいのかについて具体的に知ることができるようになります。私は足の専門家であると同時に歩行指導動作改善の専門家でもあります。できれば世の中に正しい情報や有益な健康情報を広めたいなと思って YouTube を始めたんですが、 YouTube というのは仕組み的に皆さんが押してくださる高評価ボタンとかチャンネル登録をしてくださっている数でどれぐらいこの動画が拡散されるかが決まっていくみたいなんですね。ですからもし皆さんがよろしければ高評価ボタンやチャンネル登録、もしくはコメントなんかも書いていただくと、それも評価に上がるみたいなんで、そんなのをいただけると大変助かります。よろしくお願いいたします。ではなぜ足の指は広げて使っちゃダメなのかという話なんですけれども、まず足の指を広げるということは足の骨全体が横に広がって隙間ができるからというふうに思っていただいたらいいと思います。で、足の骨が広がって隙間ができると当然その足は丈夫ではないわけですね。で、詳しく説明していくと、人間の足というのは骨がものすごいたくさんが集まってできてるんですね。人間の体の骨全体の4分の1が足首から下にあると言われているぐらい細かい骨が合わさってできてるんです。で、なんでそんなに細かい骨が合わさってできてるかというと、これは具体的に言ったら足が衝撃を吸収するためにそういう機構なんですね。足っていうのはこの骨のがっちり組み上がった状態のまま足をついちゃうと衝撃がそのまま上がってくるから、これをわざとゆるゆるにもできるし締まるようにもできるっていう風に可変できるように作られてあるんですね。そのおかげで着地の時はふわっとなって、それで衝撃抜いて、で着地外の時はガチッとなってを繰り返して、それで足で歩くようになったんです。その割合で言えば着地の時だけだからほんの一瞬です。歩く間のほんの一瞬だから、全体を10としたら1とか2ぐらいしか足の骨って緩まないで、あとは全部ガチッとなってあるわけです。でこのガチッとなった状態で普段使いたいのに、もしも足の指を広げるようなことをしてしまうと、この足の骨が緩んだ状態が通常になっちゃうわけですね。例えば靴下ぐらいでもここに二重に布が入るわけですけど、それだけでも緩むぐらい足の骨って繊細なんですよ。だからましてや自分で広げたり、ここに何か物挟んだりとか絶対ダメですね。でそのせいで緩んだら骨が結合が緩んで足がベチャーと潰れてくることを今もう回腸足とか言ったりして概念として立派に広まってます。そのベチャーと広がった内側のところを指して扁平足とか、ベチャーと広がって指が伸びた状態を浮き指とか言うんですけど、そんなのは皆さん知ってるのに、なんでそれと別物になるのかなっていうところです。広がって落ちるからダメなんであれば広げちゃダメですよね。そういう理屈なんです。では具体的にどうすればいいのかの話なんですけど、単純に広げない方がいいですよという話なだけなんです、本当はね。だから広げるような靴下とかそういうものはしない方がいいし、皆さん誤解してるのは、例えばサンダルとか草履の方が足に力入るからいいとか思ってらっしゃる方おられるんですよ。もう誤解ですしね。足の指に力入れたりとかして本当は歩かないから、あんなあんまり意味ないし、あとはマニキュア塗るときにはめるようなやつもあんなも全然意味ないってやったらダメですね。あとはここ親指にゴムつけてこう広げる運動なんかも、これはこっちへの筋力をつけたかったりするみたいらしいんですけど、これしても伸びるんでね、やっぱりね。そういうことじゃないんです。筋肉はそういうことじゃないんです。使い方で締めるんです。だからまずそもそも広げることはダメだと認識することと、それのためのトレーニングというよりは正しく歩いたら勝手に締まると思っていただく方がいいんじゃないかなっていうことですね。いかがでしょうか。なんとなくの思い込みって結構あると思うんですね。なんとなくこうしてる方がいいと思ってた。で、足の指の広がりなんかそうなんです。もう最たるもんです。足の指広げるっていうのは基本もうよろしくないんでね。特殊な場面でしか広げないので、だから普段は足の指は締めて使う。広げない。広がるものを使わない。っていうふうに思っていただくといいんじゃないでしょうか。